皆さんこんにちは、ギリギリイクメンことギルミヨッピーです。今日はですね、新膜ですよ。こちらの新膜を今日貼ることになりましたので、若干ね風の強さが心配ではございますが、今からちょっと風速止んでくるっていうことでいけるだろうという判断をしました。なのでスノーピーク、グランベルク立てていきたいなと思います。はい、ということでね、早速設営の準備取り掛かるんですけれども、テントのサイズがねかなり大きいので、区画に入るサイズもギリギリとなります。こちらのキャンプ場ですね、100平米のサイトということなんですが、結構カツカツで立つんじゃないかなと思います。横幅ですね7m で、縦は9メーターぐらい取れれば設営可能ということなんで、早速ね計測しながら1機目やっていきましょう。はい、こちらですね、思ってたより重たくないという感じですね。コクのが断然重たいですね。300デニールなんですけど、はい、ポール込みでこの重さで、インナーは別ですね。じゃあ早速開けていきましょう。スパインシャン見てください、この風合い、ポリエステルじゃないような食感でございます。300デニールでございますね。あれやこれやと確認しながらやるんで、初設営はね多少時間はかかるとは思うんですが、その辺のロスタイムとかも削りながら最終的なね計測やっていきたいなと思います。ポールはこれだけでアルミポールになってます。非常に軽いですね。でフライシートとかはないので、もうこの外側だけですね。ペグは今回付属のやつは使わないので直しておきます。これはグランドシートですね。スノーピークカラーのグランドシートついてます。説明書、こんな分厚い説明書ついてるんですね。しっかりしたやつ。へえ、よし、じゃあやっていきましょうか。キャンプ場に着いたらこのようにですね、生地を広げてください。そこから外側にですね4歩歩いてください。1歩、2歩、3歩、4歩、左右に4歩ずつ歩いていただきます。1歩、2歩、3歩、4歩、40センチまたは50センチのペグを1本見てください。これ二股ロープ、これを先に打っていただいたペグにかけてあげてください。先端が尖っているので、これが中に入れるんですけども、グッと入れないで手で隠しながらですね入れていってください。基本的に二人一組で立てていただいた方がベスト。今真ん中がたるんでしまっていると思うんですけども、ここはぐーっと張ってあげてですね、ここで3本目の先端が丸みのある240センチのポールを取ります。ずーっと引っ張っていただいて、この三角形をきれいに作ることを意識してください。なるほどね、この三角形。大体45度をイメージして止めてあげれば大丈夫です。この方向ですね、本来はちゃんとまっすぐなるように。ここまで来ればあと4箇所です。前の部分ですね、はい、
い、設営完了しましたね。およそ多分ロスタイム除くと30分は切れたんじゃないかなと思いますけれども、入れ立ちはこのような感じですね。なんか思ったよりも斜めになっちゃったんですけど、まあ初めてにしてはいいんじゃないでしょうか。やっぱ風があるとね、張りにくいテントとなりますね。それでは中の方入っていただきましょうか。うわー、パインマット引いてる。広いねー。これさ、自分で広げた。広いね。自分で広げた？これちょっと待って。この広さでございますよ。いいね。ぼっちゃん走れるね。めっちゃ響くな。ホールみたいに響いてる。ホール。一応この横あたりはですね、全部フルメッシュになります。ナスでも使いやすいんじゃないかなと思いますね。で、前面もですね、巻き上げてしまえば、本当にオープンタープのように使えるっていうのが、こちらグランベルクの特徴でございます。そして横ですね、なんとかギリギリ、まあ、1メーター取れなかったんですけど、これでもしっかり止まってるんで大丈夫かなと思います。でもサイト自体が11メーターあったので、まあ1メーター以上ね、空いてるんで、やっぱり10メーター区画には縦はしっかり入りそうですね。いやー、それにしてもでかいですね。さあ、ここをしっかり上げるとこのような開放的な感じでございます。これね、多少雨降ってても全然気にならんすね。中が広いんで。そしてインナーテントなんですが、めちゃくちゃ大きいんですよ。こちらのね、ロープと奥のロープがあると思うんですけども、こっからここまでが全てインナーテントで埋まるような感じになりますね。で、つまり奥のロープにインナーが来るんですけれども、この奥側ですよね、ここデッドスペースになってしまうんじゃないかっていうことで、これはちょっと使い方ね、うまく考えないとっていうことなんですが、今回はですね、イベント用幕としてこちらのグランベルク購入しておりますから、皆さんね、ここに入っていただいて雨の日でも快適にね、談笑ができるようなスペースとしてはもう十二分じゃないかなと思います。せっかくですからね、インナーの方もつけていきましょうか。はい、それではね、グランドシートをつけていきたいなと思います。スノーピークカラーのね、グランドシートが付属でございます。でもなんかこれだけこの色って若干違和感あるんですけどね、まあまあインナーの下に行くものなんで気にしないですね。なんかこんないいグランドシートやったら使うのももったいないっていうかな。結構どうやってつけるのかな。パチッとつけれるようにはなってない。ヘブダウンが必要。どっちに寄せるのが正解かな。正しい位置が分かれへん。でもなんとなくつけたけど、いいんじゃないでしょうか。いいじゃない、いいじゃない。インナーはペグダウンなしでいけたら嬉しいな。天井の絶対届かへんな。インナーをつけるためには踏み台が必要です。よいしょ。反対側ですね。はい、インナー設営完了しました。見てください、この横幅めちゃくちゃ広いですね。インナー自体はセンターね、ペグ打ったんですけど、まあ、ほとんどペグダウンなしで設営できるんでめちゃくちゃいいですね。で、こちらがね、センターにはなるんですが、このセンターの横にダブル置いてます。で、ここにシングルも置けるんで、サイズ感としてはダブルが3つですね、入るサイズ感となっておりますね。そして今日はですね、の中でストーブキャンプしていきたいなと思います。まあストーブいるかどうかはね、夜になってみないと分かんないですけど、今日はねだいぶ暖かいですね。はい、こんな感じでね、今日は全室を完全に無視してここでお座敷スタイルでやっていきたいなと思います。お座敷になりました。にゃんにゃんが近いな。横でにゃん言った。こういった感じでね、ストーブ入れてるんですけども、天井もしっかり高さありますし、インナーもねがっちりはまってますので大丈夫かなと思います。ガッチリ言った。必要であればね、いろいろベンチレーション開けながらね、調整はしていくんですが、もちろん一酸化炭素二酸化炭素チェックはやっていくので大丈夫かなと思いますね。あとは風が夜どんだけ吹くかにかかってるかなと思います。こちらグランベルクね、設営してみてちょっと気になった点がありました。タープのように設営をするんですが、幕を閉じてる状態だとポールが見えないっていうことなんですね。調整してる時点でポールが歪んだりしてたので、この全幕の前の方をパカッと開いた状態で設営する方が視覚的にポールのね、歪みが見れて設営しやすいんじゃないかなと思いました。まあこれはね、次回に持ち越しでございますね。風が今回は強かったっていうのがありますので、それを除けばですね、特に設営も難しいテントではございません。ただ張っ
ってみたけど立たないなんてこともございますので、区画サイトで利用する場合は注意が必要ですね。はい、立ててみて分かったこと、こちらのベンチネーションですね。これね、結構僕好きなやつです。下から上にジッパーが伸びてるタイプですね。下からこうめくるタイプだと巻き上げないとベンチネーションにならないんですよ。でこのサイズをですね巻き上げるってなると結構手間じゃないですか。でもこれやとこれぐらいまでやっとけば下につくこともなくですね、この開放感っていうことでございますね。なのでちょっと雨が降ってる時なんかも、まあ、これぐらいまで開けてるとしっかりとベンチレーションが効くんでいいですね。ありやと思いますね。でジッパーの開け閉めですね、これはもうさすがスノーピークでしょ。噛んだりすることもなく、もうストレスなく開けることできますね。で一つ気になったのはここですね、風によってねジッパーがこうパカッと開いちゃってたので、この部分もかけとかないとダメやったってことですね。ってことはですね、こちらのペグですね、少し浮かしておかないと引っ掛けれなくなっちゃいますので、30センチじゃなくて、まあ、38センチもしくは40センチで少し浮かした状態でこう引っ掛けて外したりできる方がいいのかなっていう感じやったんで、次回からねここね38センチで打っていきたいなと思います。ただねちょっと気になる点といえばですね、ここねフックでしょうよ。サイドポールの中間部分なんですが、このようなマジックテープになっておりまして、なぜこれがマジックテープなのかわかんないんですけども、いやー3万円とかのテントじゃないですからね、ここはフックが良かったな。ちょっと気になりますよね。じゃじゃーん、こっからも入りまーす。よいしょー、マリは何をしてるのかな。ソーリー、コディアックと同じ過ごし方や。ここはめっちゃ無駄遣いしてる。この前室をクーラーボックス置きにしかしてない。そしてなんとね、こちらにエアソファーも置きましたね。我が家にキングキャンプのエアソファーダブルサイズが仲間入りしました。はい、ということでね、新幕グランベルクでのね一晩が終わりました。多少風は吹いておりましたが、まあ、特に不安になることもなく、かなり安心して眠れる幕なんじゃないかなと思いましたね。そして結論なんですが、やっぱりあります、かなり濡れてますね。300デニールといえどもポリエステル幕でございますので、もう滴るぐらいは結露してしまうということで、これはもう仕方ないですね。ただこの大型幕ね、本当にカンカン出るじゃないと乾燥する気しないですけどね。そしてまあこれはね弱点と言えるかわかんないですけど、幕が広い分ですね、真っ黒になってしまうと照明が足りない。インナー自体も大きいし、インナーにもしっかりした照明で、前室にもねお子様がいる場合はですねしっかりした照明が必要になるかなと思います。そして幕内ですね、今回はインナーテントの中にパセコストーブをね入れ込んだんですが、天井部分も全く問題ありません。熱くなってるようなこともないので、インナーが広い分ですね、こういった使い方もできるっていうことですね。二酸化炭素チェッカー、一酸化炭素チェッカーもずっと緑数値で、換気とかも問題ない感じでございましたね。で周りがねポリエステルなんでどうかなと思ったんですけど、結構ね暖かく過ごせましたね。幕内はおそらくずっと19度とか、まあそれぐらいを推移してたんじゃないかなと思います。でグランベルクエールの場合ですね、やっぱり前室が大きすぎて、前室ごとね温めるとなるとかなり強いストーブが必要かなと思います。氷点下とか行くキャンプ場ではですね、ギアミッションとコクーンでもギリギリなので、このグランベルクエールのサイズだとギアミッションでもちょっと効きにくいのかなっていう印象です。であれば石油ファンヒーターとかね、まあ、そういった暖房能力の1段階強い暖房器具があればより快適に過ごせるのかなっていう印象でございましたね。とにもかくにもですね、かなり快適な幕だっていうことは間違いございません。結露問題とかね、風に少し弱かったりっていうのはあるんですけども、一般的な風速であれば十分安心して使えますし、やっぱ広いってねいいじゃないですか。この広さと快適性、中毒性があるんじゃないかなと思いますね。それでは撤収でお別れです。バイバイ。